鎮魂の舞を捧げましょう。驚いた。これ見たままそうだったが、まるでおとぎ話の世界に迷い込んだよ。鬼がいる時点でもうまともじゃない。何が起きても不思議。それもそうか。すまないな、どうも超常現象にはならない。私たちは表の歴史、明治の世で普通に生き、裏の歴史の存在たるケイラが操る技には時折頭が追いつかない。Kほどの使い手でもそう感じる。Kは機内の人間。記憶喪失。ちょっと本当なの？自分が誰かもわからないのか。そうか。だが今の K が K であることに変わりは。今日は一日一戦。任務に行くときはまた呼んでくれ。 K の任務に協力するのが役場。やるじゃない、鬼の副長を配下にするなんて。語弊があるような気もするが、 K らは他の機内の者たちとは違うらしい。人様だからと他者を侮蔑、信頼に足る相手と見た。できればよしみ、構わないか。関係は最近里に来たと言ったな。ならばこの里における不平等についてだ。我ら侍の居住区には神垣の巫女の結界、巫女の能力の限界だ。機内の居住区が結界で守られている。父様の居住区は鬼の攻撃に対して異界と境界を接するまほろばにおいて、これは死活問題となる。近くお頭戦議があるのを知っているか。まあ、ここで隊長をお頭にし、結界を手に入れるのが侍のも。これから対立はよりはだが、争いを望まぬ者たちもいること。今日はこの辺りです。行くぞカムナ。ああ、お疲れ様。少し時間あるか。お前に頼みたいことがある。川辺の広場で待ってる。おや、
俺らの技が必要。いらっしゃい。これからもいらっしゃい。ありがとう。不必要な接近は禁止です。来たな。お前、天狗という生き物を知ってるか？白くてモフモフした猫のような動物だ。昔はこの里にもたくさん事情があって、そいつをなんとお前に協力を頼めないか。天狗を誰にでも天敵はいる。天狗がいそうな場所を知らないか？そうか、ならその辺に詳しそうなやつを知らないか？椿、あいつか。正直相手にしたくないが仕方ない。あいつに会いに行くぞ。一体何の話？わかったわ。任せて。やってやる。私に任せなさい。
一息つきましょう。おや、ありがとう。奇遇だな。あなたたちは研究所の任務の前の腹ごしらえか。こいつが噂の侍野郎か。すかした野郎だな。なんか言ったらどうだ。あ、飯の邪魔をする奴は殺す。おおって、おい何しよう。ういって、はな野郎。いき完璧に関節を決めたはずだ。どうやって逃げた。悪いな、肩外せんだ。面白い。見てろよ。容赦。そこ、物の不動士の喧嘩はご法度です。こいつから仕掛けてきた。こら、噛むな。ち、クソ。体力が有り余ってるらしいな。気が向いたら研究所に来い。じゃあ、しっかり。覚えてろよ、タコ。そ、バカはこれだ。私に任せなさい。Thank you.
頼りになるな。やるな。何か目標あるの？私は当然立身出世よ。まず狙うは隊長の座ね。Thank you.
おう。俺らの技が必要な時は。私に用途は何だ。お前に見せたいもの。カムナに聞いたわ。そこであなたのた私これはもう里にはいなくなったものかと。触ってもいいのか。なら相変わらず動物。すまないな、ケイラ。昔から弟は猫が原因でジンマシンが出たことがあった。そう。天子はケイに懐いているようだ。そばに置いてやってはどうだ。きっと天。さて、このバカを運ぶ。手を貸してくれるか。ゲ、このつ。確かに面倒だ。それはさすがにちょ。ありがとう。
産まずたゆまず頑張って。